ストいや、伊集院さん、こんにちは、大黒大地でーす。みんな、明けおめー、明けおめー。はい、皆さん、2月11日に、はい、新宿レニーで大黒大地がライブを再開します。どういうライブでしょ。今回のライブはですね、はい、バレンタインデイ、いや、来ましたね、バレンタイン来ましたね。そうです、それを記念にしてチョコレートか。そうです、ライブを準備してみたんですけれどもそうです、あの12月に約束したんじゃないですか、はい、あ、約束しましたね。また2月に、うん、はい、ライブがあるので皆さんもうちょっと待っててくださいと。いやー、インジュン約束守れる男ですね。そうです、その約束を守るために大黒団地が2月11日バレンタインデーにライブを再開します。皆さん、はい、はいはいはい、もう太るから、うん、あまり、あ、なんかチョコレートはプレゼントしなくて。ああ、そうだね、太ったら社長に怒るからね。今撮ってる途中で送って。いや、でも、うん、まあこっそりみんな食べちゃうので皆さん、うん、チョコレートも、はいはい、まあ、バレンタインということでね。そうです、バレンタインということでね、お願いします。そうです、そしてですね、今回のライブでも皆さんのそのアンケートを受け取ってもらおうかなと思って。いや、だって前回そうです、まあ、ライブで、うん、まあ、皆さんにアンケートしてもらって、そのランキング決めて、そうだよね、そこから出たその1位になった曲、そうだよね、1位になった曲を、ファイトローブだった、そうです、そうです、1位になった曲を歌った曲があるんですけれども、今回もそれ、あれなんだっけ、岩田真弥ちゃんだったっけ。ああ、それは君の曲自分の曲を PR するなって、はい、今回も小さい曲を歌うつもりなんで。お、そうだよね、あ、まあ、そういう予定もあるよね、5人で、はい、そうです、そうです、はい、そういろんな曲も準備してるし、皆さんのアンケートでもまた曲を決めようと思ってるので、はい、ファンクラブサイトでちょっとアンケートに参加してもらって、ガンガン、うん、そうです、そうです、意見入れてください。1位になった曲を大黒大地が歌うことを約束します、皆さん、はいはい、2月11日までもうちょっと待っててください。待っててください。さよなら、さよならね。